このビデオでは G3 と PS4、PS4 Pro の接続方法をご案内します。サウンドブラスター G3 を PS4 または PS4 Pro の USB ポートに接続してください。ゲームボイスミックス機能を使う場合、G3 を光ケーブルで PS4 へつなぎます。USB タイプ C to A 変換アダプターと光ケーブルは商品に付属しています。お使いのヘッドホンを G3 のヘッドホン端子へつないでください。PS4 と PS4 Pro でゲームボイスミックス機能を使う方法。G3 の側面にあるスイッチでミックスモードに切り替えます。PS4 で設定メニューを開きます。サウンドとスクリーンをクリックし、音声出力設定を開きます。主に使用する出力端子では、光デジタル出力を、音声フォーマット有線では、リニア PCM を選択します。次に、設定メニューから、周辺機器、オーディオ機器を開きます。ヘッドホンへの出力で、チャット音声を選択します。側面のダイヤルでミックスバランスを調節することができるようになります。G3 を PS4 または PS4 Pro でお使いいただくための説明は以上です。さらに詳しくお知りになりたい場合は、ウェブサイトをご参照ください。ご覧いただきありがとうございます。